はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、債権譲渡の基本的な部分について解説いたします。今回譲渡制限がある場合ですね、譲渡禁止特約がついていた場合どうなるのかというところを解説していきたいと思うんですけども、まずちょっとこちらの図を見てください。 A さんが B さんにお金を貸しましたといった場合、 A さんは貸金債権を持ちますよね。で、この AB 間で、とりあえずはこの譲渡禁止特約がなかったと仮定します。これがなかった場合、A さんはこの貸金債権、C さんにこう譲渡することができますよね。債権っていうのは、一つのものって扱っていただくと分かりやすいと思います。A さんはこのものをお金を貸すことによって取得したわけだから、これを人に譲渡する。売却したりとか、無料で渡したりとか、することもできますよ。で、このようにこの債権を譲り渡すことを債権譲渡って言うんですね。で、そもそもこの債権譲渡ってどういった場合に行うのか、これを理解しておくと、債権譲渡を勉強する上で、すんなりいろいろ頭に入ってくるようになりますので、そこをちょっと初めにですね、理解をしておきましょう。まず、A さんは B さんにお金貸して、貸金債権持ちましたよね。で、一方で、C さんは A さんに対して例えばお金を貸していただったりとか、何か物を売っていた。で、そのことによって C さんは A さんに対して、お金に関する債権を持っていたと考えます。つまり AC 間で言うと C さんが債権者で A さんが債務者なんですね。で、C さんは A さんから、お金もらえればいいんだけれども、 A さんお金がないといった場合、この債権を C さんに譲渡する。これによって A 氏間の債権債務を消滅させると。いったことができるんですよね。これが債権譲渡です。もっと具体的に言うと、A さんは B さんに対して100万円を貸していました。で、C さんは A さんに対して100万円の時計を売りました。こういった場合、C さんは A さんに対して100万円分の代金債権を持ちます。で、お金払ってくれればいいけれども、お金がないから、この貸金債権あるから、これを譲渡しますよと。これで債権債務なしにしましょう。時計の代金払ったことにしてください。みたいな感じです。これ債権譲渡ですね。こうなると C さんは B さんに対して、この貸金債権を使って100万円を取り立てるといった流れになるという話です。これが基本的な内容ですね。譲渡禁止特約がない場合の話です。じゃあ AB 間で譲渡禁止特約があった場合、この債権は譲渡できるんですかという話に入っていきます。これはできるんですね。債権譲渡は有効になります。つまり AB 間でこれ譲り渡しちゃダメですよ、禁止ですよ、約束していたとしても、 A さんは C さんに債権譲渡することができるんですね。じゃあなんで有効なのかなんですけれども、これ実はですね、社会的な背景があって、この債権譲渡を行うのは企業が多いんですよ。例えば C さんが、ビールメーカーだったとします。アサヒだったりとかキリンだったりとかですね。で、 A さんは卸会社だったと仮定します。で、 B さんがスーパーだったと仮定します。つまり C さんは A さんに対してビールを売ります。で、 A さんは B さんに対してビールを売りますといった流れですね。で、 AB 間で、譲渡禁止特約をつけていたと。その場合これ貸金債権ではなくて、代金債権になるわけですね。ここで譲渡禁止特約をつけていて、この債権を譲渡できないってすると、 A さんとしては資金繰り悪くなって困るわけなんですよ。これを早く換金したいわけですね。お金みたいな感じで使いたいわけなんですよ。で、そういった要望がすごく多かったんですね、社会背景として。なので譲渡禁止特約があったとしても、この債権は譲渡できるようにしましょうっていうふうにしたんです。これもしできないってなってくると、 A さんはこれ資金繰り悪くなってこれ倒産しちゃうっていうことになっちゃうわけなんですよね。で、そうなってくると、社会的にも困るでしょということで、じゃあ譲渡禁止特約がついていたとしても、これは有効にしましょう、債権譲渡は有効にしましょうっていうふうにしたんですね。ただし例外があって、この債権の譲り受け人 C さんがこの譲渡禁止特約について
悪意だったり、つまり知っていたり、もしくは重過失があった、知らなかったとしても、まあ、重大な過失があった、そういった場合、 C さんが B さんに対して請求をしたとしても、 B さんは債務の履行を拒むことができるっていうルールにしているんですね。例えば C さんが譲渡禁止特約を知っていて譲り受けた場合、まあ、C さんは B さんに対して100万円払ってとこう言うわけですよね。言っても B さんは、いや、あなた知ってたでしょ、このこと、譲渡禁止特約のこと知っていたでしょ、だから私は B さんは C さんにお金払いませんよっていうふうに拒むことができるっていう話なんですね。これちなみにちょっと注意していただきたいのは、債権譲渡が無効にはならないんですね。この譲渡禁止特約について C さんが知っていたり、または重大な過失があったとしても、債権譲渡は無効にはなりませんので、それでも有効なんで、その点は注意しましょう。有効だけども B さんは履行を拒むことができますよっていう話なんで、その点はちょっと注意しておきましょう。で、もう一つあって、 C さんがこの特約について、譲渡禁止特約について悪意だったり重過失だった場合において、 B さんが譲り渡し人 A さんに対する弁済や相殺をもって、 B は C に対抗することができるんですね。つまり C さんがこの譲渡禁止特約について悪意だったり重過失だったと、その状況で A さんは C さんに譲り渡しました。で、 B さんはそれを知らずに A さんに対して弁済しちゃったと、まあ、言った場合ですね、弁済することによって B さんは C さんに対して、もう私は A さんに支払ったんだから、もうあなたには払いませんよみたいな感じで、まあ、拒むことができると、まあ、いう話です。で、相殺の具体例なんですけども、例えばこの貸金債権が100万円だったと仮定して、で、 B さんは A さんに対して反対債権100万円を持っていたと言った場合ですね、この人も100万円持っていましたと言った場合です。で、この場合、この貸金債権が C さんに、まあ、譲渡されたとして、 C さんが B さんに対して請求したとしても、いや、これ相殺できるんで拒みますと、というふうに主張することができると、まあ、いう話なんですね。で、今回のこの譲渡制限がある場合、まあ、譲渡制限で譲渡禁止特約、まあ、イコールと考えてもらっていいんですけども、こういった譲渡禁止特約がある場合、よく試験に出てきますんで、ぜひですね、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。